今回なんですけども、リクエストありました。機動戦艦ナデシコ、ザ・プリンス・オブ・ダークネスで登場するブラックサレナの作り方を紹介します。早速使用するパーツを見ていきましょう。ヘッドパーツですが、ガンダムバイルを使用します。ボディはサザビーを使用します。アームパーツはクシャトリアを使用します。両腕パーツ同じものを使います。レグズはスペリオルガンダムブースター装着を選びます。バックパックはセイバーガンダムを使います。射撃武器は GN ビームライフル GN アーチャーを選びます。両腕に装備させましょう。それではビルダーズパーツをさっさっと取り付けちゃいます。はい、こんな感じに取り付けました。それでは各パーツごとの調整の値を見ていきましょう。ヘッドパーツはこんな感じに設定します。コンポーネントはオンにします。ボディはこんな感じに設定します。こちらもコンポーネントはオンに設定します。アームはそれぞれこんな感じに設定します。レグズは調整不要です。バックパックはこんな感じに設定します。使用するビルダーズパーツと設定を紹介します。イフエネレーターを選択します。装備位置はアーム1にセットします。設定はこんな感じになります。次にミノフスキーフライト内部装甲を選びます。装備位置はレック2にセットします。こんな感じに設定します。続いてニーアーマーを選びます。装備位置はレック7を選びます。設定はこんな感じに設定します。次に発光装甲を選びます。装備位置はボディ1中央にセットします。こんな感じに設定します。最後にテイルブレードを選びます。装備位置はバックパック1中央にセットします。こんな感じに設定します。
これでパーツの設定は完了ですね。それではペイントをしてきます。こんな感じにペイントしました。ブラックサレナは全体をブラックに、腕をピンクに塗れば出来上がります。ペイントも終わったので最後に動かしてみましょう。装備も実戦で十分使えちゃいますね。皆さんもぜひブラックサレナにチャレンジしてみてくださいね。これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。